さんこんにちは、にゃんキッズ小学生と助手のお父さんと、今回紹介するのは「なんだべかんだべなんだべかんだべなんだべかんだべ」はあ、クラッチが出てきたっていうことで、今回はまた秋先生からの挑戦状です。今回はファントミラージュになります。ということで、早速問題を出していきます。今回も9問あります。じゃあ早速問題出していきます。1、ファントミラージュの放送が決まり、地方局での放送エリアでは各地域の方言を用いたキャッチコピーが展開されました。滋賀県のキャッチコピーは次のうちどれ？1、あんたの心もらってまうで。2、あんたの心をもらうけーね。3、あんたの心もらってまうよ。4、おめの心さけらいん。みんなわかるかな？シンキングタイム行こう。ティクタクティクタクティクタクティン。ティクタクティクタクティクタクティン。みんなわかるかな？正解は？1番、あんたの心もらってまうて でした。2問目、先生、桜井ここみちゃんの口癖は。1、私のハートバブバブしている。2、私のハートドキドキしている。3、私のハートファンファンしている。4、私のハートワクワクしている。なんか悲しみたいのか。ティクタクティクタクティン。今分かったかな？正解は3番の私のハートファンファンしているでした。第3問目です。あすみさきちゃんがコップコーンになったとき、何をかけて元に戻ったでしょうか？1、塩サナキャラメル。2、モドソルトキャラメル。3、モドサナキャラメル。4、おこサナキャラメル。みんなわかったな？シンキングタイム、ゴー！ティクタク、ティクタク、ティクタク、ティン。ティクタク、ティクタク、ティクタク、ティン。みんなわかったかな？正解は3番のモドサナキャラメルでした。4問目です。しずき四つ葉ちゃんのお母さんの名前は。1、しずきくれあ。2、しずきかずは。3、しずきかおり。4、しずきせいこ。長くなしみさんご。ティクタクティクタクティクタクティン。ティクタクティクタクティクタクティン。長かったかな？正解は2番のしずきかずはさんでした。5問目でーす。クレハセイラちゃんの変身アイテムファントミTR、変装遊びができますが、全部で何種類変装ができるでしょうか？1、12種類。2、14種類。3、15種類。4、16種類。みんな分かるかな？シンキングタイム、ゴー！ティクタクティクタクティクタクティーン。ティクタクティクタクティクタクティーン。みんな分かったかな？正解は4の16種類でした。6問目です。サライちゃんは小学何年生でしたか？1、小学3年生。2、小学4年生。3、小学5年生。4、小学6年生。みんな赤くない？チンキンタムゴー！ティクタク、ティクタク、ティクタクティーン。ティクタク、ティクタク、ティクタクティーン。みんな赤くない？正解は3の小学5年生でした。7問目です。ジャクジャク警察のマジャク巡査の時給は何円？1、5円。2、10円。
丸三20円、丸四100円。みんな赤くなしきたむこう。ティクタクティクタクティクタクティン、ティクタクティクタクティクタクティン。みんな赤くな世界丸一番の公園でした。よっす、8問目です。ファントミコフレについていたファントミパフュームの名前は、丸一ハートパフューム、丸二かわいいパフューム、丸三スマイルパフューム、丸四勇気パフューム。みんな赤くなしきたむこう。ティクタクティクタクティクタクティン、ティクタクティクタクティクタクティン。みんな赤くな正解は、丸二番のかわいいパフュームでした。おー、極めてる。ミラージュミラージュのミラージュベスト1番目の曲のタイトルは、丸1じゃんけんぽん、丸2ドキドキ、丸3咲いて咲いて、丸4歩き出そう。みんな赤かなしげた向こう。ティクタクティクタクティクタクティン、ティクタクティクタクティクタクティン。みんな赤かな正解は、丸4番の歩き出そうでした。うまち答えられた。今回紹介したのは、今回紹介したのは秋先生からの挑戦状ファントミラージュ編でした、うん、7問以上答えられた人は博士、ファントミラージュの博士。おー、こまっちがなんだろう、7問以上答えられた。おー、答えられたらしいということで、みんなもファントミラージュのグッズとか買ってきて。バイバイ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。博士だ。バイバイ。